はい、今回はですね、ビジネスをなかなか考えつかない人、特に集客が苦手でどうしてもっていう方に、まあ投資のおすすめです。投資っていうと大きな金額がいるのかなと思っちゃったりしますけども、それはもっともっと後のことです。まずは投資の技術を鍛えること。これは別にお金を使わなくても全然できますし、特別な何かね、コミュニティに入らなくちゃダメってこともないんですよ。一人で本を買って勉強すればいいことだと思います。で、その中で一番簡単で学びやすい投資ってのは私は FX だと思いますね。少額でもできますし、デモトレードもあるし、なんで勝ったかなんで負けたかっていうことが分かりやすいからなんですよ。そして FX は買うと売るしかありません。基本的には安い時に買って高い時に売るっていう転売、商売の要素が入ってるんで、ほとんどの人にすんなりと受け入れてもらえるんじゃないかなと思います。ただしね、長反博士じゃありませんから、最初は5分の5分ぐらいでやっていく2分の1の勝負の FX なんですけども、徐々に確率を2分の1から4対6とかね、51対49に傾けていかなくては勝てませんよね。でも逆を返せば、ちょっとした傾きで勝ち越すことができるっていうのも一つの魅力なんですよ。今お話したように5分5分を49対51にすれば、その差額の2でずっと資産増えていくってことになりますので、あとは資産を、要するに投入するお金を増やせば、それだけ利益も大きくなるっていう計算式が成り立ちますよね。まあこういった形で石橋を叩きながら進めるのが FX の魅力なんですけども、じゃあその確率を上げるために何をすればいいんでしょうか。これはテクニカルを学ぶことだと思います。 FX ではテクニカル理論というのがあります。例えばね、値段がぐーっと上がっていくチャート、これを見たことがある人も多いんじゃないかなと思います。ランダムに動くように見えていて、そこには一定の法則があります。例えばなんですけども、こういった図がよく見られるんですよ。ダブルトップってやつです。一旦価格を、値段をつけていったものが何かの原因で下がりました。で、もう一回上がり始めたところ、一旦この山を作った同じところで下がっていくときに、これはダブルトップって呼ぶんですけども、このダブルトップの直後っていうのは、これがね、大きく下落する可能性が高いんですよ。その下落をどこでポイント見分けるかっていうと、跳ね返った今度ここのポイントになります。これはネックラインって呼ぶんですけども、ネックラインを超えるほどに値段が下がったら大きく下がるんではないかなっていうのがテクニカル理論の中でダブルトップっていうのがあるんですよ。この公式を覚えておけばいいんですよね。もう覚えましたよね。で、逆にこれ2個目で当たったんだけども、こちらのネックラインに跳ね返って上に行った、もしくは跳ね返る前に上に行った場合どうするかっていうと、レンジオプションっていうものが成り立つんですよね。で、レンジオプションはレンジオプションで学んでいくことができますけども、利益の大半がここで生まれてます。レンジオプションです。まあこういうことを一つずつ積み重ねていって、で、実際に、デモトレードなどで練習していくと、なるほどねっていうふうに思えるタイミングが来ます。なるほどねって思えるタイミングっていうのは、何百回も繰り返す中で記録を取っていくと、確かに6割から7割ぐらいこういうふうな結果になるよねってことを自分で確認できるんですよ。つまり知識を体験によって確認したときに自信につながって、初めて資金を投入する価値ができるってことになります。まあ、それをずっとお伝えしているのが FX オリガルヒというものなんですけども、こちらの方は去年で特別価格の募集が終わりましてね、今年からは49万8000円ということになりますので、まあ経験にはお勧めしませんけども、こういったコミュニティもあるってことをね、覚えておいていただければと思います。そしてお金の問題解説ができれば、例えばこういうふうなね、入塾費用50万なんていうのは一発で返りますんで、皆さんもご存知だと思いますけども、月収10万20万増やすことっていうのは、こういった手法を使えばそんなに難しいことではないんですよ。ただしこういった手法を使わずにお金を増やすとするとすごく難しいってことになりますので、どっちの道を選択していくのか、それが今年求められている大きな選択になるんではなかろうかと思います。それでは失礼します。